いや今日レンジで温めるアイスっていうのを買ってみたんですよ。ローソンですよね、ローソン。みんなが大好きなローソンで買ってきたんですよね。30秒温めるんですよ、これは。ちょっと見せてもらっていいですか。いや、こういうパッケージングですね。温めてうちカフェ出会う冷たさ。はい。で、撮ってみますよ。ちょっと珍しくて買っちゃったんですけどね。あ、なんかちょっとふんわりした感じありますね、普通のアイスよりも。うん、あ、けどまあその前にこの蓋のアイスは僕は絶対食べますよ。いや、僕アイスにはうるさいですよ。これ本当にね、軽々しく美味しいって言ったことないですよ。うん、なんすかこれ、なんかふんわりした感じ。こんなので美味しいって言えますか、本当に。食べたことない感じですね。食べたことないですよ、本当に。うまい、うまい、うまい。早いっすね。あ、これ新食感ですよ。いや、別に僕ローソンとか別にセブンとかそういう当派はないですけど、結構うまいですよこれ。うん、ふんわりが、うん、あまりアイスでは美味しいって音ないですけど、うまっ、うまっ。これうまい。びっくりですね。うん、いや本当に食べてみたら美味しいと思いますよ。どうなんですかね。どういや正直ふんわりしてます。普通のアイスでは出せない味が出せますよ。ナットアイスみたいな感じです。このナッツが入ってるんですよ。ナッツが結構入ってるんですよ。ナッツって温まったらナットの味するんですよ。うん、それが味が合いますね、アイスで。なんと、うん、次ですね、